リコリスリコイル乾燥戦。来ましたよ。仕切っちゃった。仕切っちゃった。いや来ましたよ。来ましたよ。今回もいや、はい、本当にこれこのコーナー大好き。そうすね。ここからは今日もお待ちかねのリコリスリコイルアニメの感想のお時間でございます。いやー、2話ね、皆さんいかがでしたか？いやー、言いたいこといっぱいある！本当に最高だったよな。語りたいことがいっぱいあるんですけど。今回オンエアの日はどうだった？オンエアの日は、うん、もう起き、なんか全然お風呂入んないで起きてましたね。あ、もう。もう待機して。すごい。私はもう絶対。1時間前にお風呂入ろうと思って、ちゃんと1時間前にお風呂入った。しっかり入浴した。逆にいい毎日を過ごせてるかもしれないですね、うん、すごいいい感じで。リコリコのおかげでもう準備万端で見れました。最高だったね。じゃあその最高だったっていうのを皆さんと今からメールで共有していきたいと思います。には振り返っていきましょう。いえ、なんか本当にいっぱい来てるみたいで、もうなんかこの収録中にも続々とメールがやってくるくらい皆さんいっぱい送ってくださってるみたいなんですけれども、語りたい。じゃあ読ませていただきます。あ、まずオープニングについてだ。ラジートさんからいただきました。2話見ましたよ。チカピカ激推ししていたオープニングの映像最高でしたね。でしょお洋服が可愛いのはもちろん、千里滝菜の小さい頃の映像もキュンとしました。確かにね、好きとかね、笑顔だけじゃない千里の表情に少しドキッとしたりもわかる。それからこんなお便りがたくさん届いているのは察していますが、最後に千里がキックして滝菜がやり返すシーン、ほんと可愛すぎました。いやそれ、いやほんとそれ、ほんとな、それなの。そう、2人の身体能力なら避けられそうなのに、じゃれ合っているのも滝菜の方が力が強いのも全てにニコニコしてしまいました。このオープニングから本編が始まると思うと毎回ワクワクしますね。これからも楽しみにしています。はい、いやほんとな、オープニングも情報量が多いし最高すぎて放心状態だったっす、ね、ほんとわかる。もう、うん、なんかテレテテンテレテが、これからこれを聞くたびに毎回たぎるんだなっていうワクワク感と、スタッフさん制作陣の皆さんの名前がクレジットされるたびに、あ、もう天才たちの名が連なっておると思ってもうほんと拍手、ただ拍手と思いながら、もうガン見して、もうなんかアニメーションもそうだけど、なんかそれこそクレジットにさ、何々が何々さんみたいにバーって書いてあるじゃん、はい、もうそういうの知るのもすごい楽しいから、もう目が追いつかないよっていう感じだったし、一回じゃ絶対見切れないのよね。ほんとそうなんだよな、可愛いよな。いやもうめちゃくちゃ可愛いのよ。なんか、うん、なんかなんていうの、可愛いに種類があるの、いろいろ。あー確かに確かに、ここも可愛い、これも可愛い、あれも可愛いで、いろんな可愛さが詰め込まれてるのよ ねこのさ、リコリコの今ねちょっと流してもらってるんですけど、リコリコ喫茶のこの美術もやっぱ素敵だなって改めて思うよね。ぜひこの建物、ね、行きたい、うん、ね。リコリスがみんな歩いてるところで行く、ね、そうそう、いやー、アクションシーン、あー、私服がさ、君たちはアイドル活動もしているんですかってぐらい完璧なんだけど動き、そうなんですよ。このねキックね、いやキック可愛すぎる、可愛すぎる。私たちも初めてそのあのオープニングができたって時に、はい、足立さんがね見せてくださって、そうでしたね、できたてほやほやなんですよって見せてくれた時、うん、わーキャー可愛い可愛い、キック最高じゃないですかみたいな、キックなのが二人っぽいというか、なんだろう、肩で押し合うとかじゃない、うん、キックなのがね、ちょっと可愛くない、そのじゃれ合い方がまさに二人感があるっていうか、二人感あるって言ったら、すごい、いやなんかこれ他のみんなにもすごく好評なんですとか言ってね、あれはもう、そりゃそうだと思ですよ、ね、こうやってね、あの視聴者の皆さんも大好きって言ってますしね、はあ、もう語りたいことがいっぱい。